真鍋少尉は、江戸時代後期の土佐藩士。陽名は、熊十郎。通称は、真鍋十郎衛門。土佐藩士、真鍋正尚の4、男として、高知城下に生まれる。母は、大塚正時の娘。1810年3月5日、土佐藩主、山内豊介に、義兄、真鍋正久の養子に、愛なり、江戸大礼をもって、お目見えをなし済まされる。 1815年1月1日、防洋府、真鍋正久の後目を無双位下しゆかれる。1817年12月13日、当分お引けし方、御用をもって、来3月末まで、五家中、町方とも日の用心回り番を仰せつけられる。1821年5月5日、門前において、寺村兵衛の家来、橋方、楠木五郎が、 生コマ八郎へ大し崩壊の仕業に及び、殺害の心得を持って切りつけたところを、屋敷の内外に合わせたが、趣きことに一度居宅へも、通り込んだ時の行動を、不行き届き、不心得の極みと咎められて、8月18日慎み、応せ接け置きところ、8月22日前体の通り、火の用心回り場を応せ接けられた。1825年8月20日、 大井ご故障を仰せつけられる。1827年7月21日、この度、大間向き向きをもって、中大五故障の場を差し止めにつき、右役御免となり大間回りを仰せつけられた。1831年10月22日、官能裏奉行を仰せつけられる。1832年1月28日、右役をさめんれる。 1837年10月7日、綿奉行を仰せつけられる。1838年6月27日、次来の禁止そのままをもって、当分、五軍奉行、五不審奉行を火薬を仰せつけられる。1838年9月9日、五軍奉行、五不審奉行、五四幌付属の役得とも仰せつけられ、ただし、大もむきむきをもって、当分異国船打ち払い。 御用を検体を押せ付けられる。1841年5月31日、先脱って大瀬の国内の日の機材を後変へ、即外上げの大瀬をこむ無理、右御用係を仰せ付けを競う,ろうところ、御用係守備よく愛すませたことにより、御衆議白銀三枚を成し置かれた。1842年4月17日、五流水組頭を押せ付けられる。 1843年12月19日、土佐藩主、山内とヨテルの時代、大間回り組頭を仰せつけられ、薬領地百国を下し置かれた。1845年7月13日、江戸へのご使者を仰せつけられて差し立て、10月4日下着、した。1846年3月15日、大間回り組頭を差し免れ薬領地を除き、大間回り仰せつけられる。 1847年7月10日、異国船を手当て、御用、外輪を塚頭を押せつけられ、足軽地に百国を下し置かれた。1848年1月21日、大間回り組頭を押せつけられ、薬量地百国を下し置かれ、最も次来の足軽地は除かれる。1849年12月29日、大井心小組頭、護送車番を押せつけられ、 薬領地百国を下し置かれ、最も次来の薬領地は除かれる。1849年12月31日、大間回り支配を仰せつけられる。1850年7月19日、当役そのままお月をもって、江戸表へ差し立て、同4年5月20日した岸田。1851年7月12日、五古商組頭、五奏車番を差し免れ薬領地を除かれ。 大間回りを仰せつけられる。1852年9月13日、先立って、江戸在勤中、不心得の義のおもむき相門しかるにお侍風俗の義は、剣、お示し仰せつけをかれ、ことにその不死、組頭の身分に騒労を得ば、厚く愛心へおけこうのところ、その義なく九段の次第を不心への極み、ご不快におぼしめされ、21日この土塩料、仰せつけを起騒労。 死祭につききっと仰せつけられるはずのところ、今般、若殿様を広め、ご衆議にあたりおぼしめされ前体の通り様逃れた。1858年5月14日、お組頭の場をもって、深尾丹波でお組大間回り当分差し引き仰せつけおき候ところ、ごめん仰せつけられる。1859年4月8日、総領学部精神儀、音が仰せつけ候、動、死につき、 慎みしせつ接家を寄うろうところ、前体の通りさめんれる。1868年11月26日病容墓は土佐の丹中山にある。ありがとうございます。